こんにちは、有馬薫です。いつも見ていただきありがとうございます。はい、今日はですね、心を解放するカウンセリングはこちらのテーマになります。記憶の上書き、なんだろうなって思われるかもしれないので、ちょっとずつお話をしていきたいと思います。で、まず知ってていただきたいのは、私たちの記憶というのは必ずしも正しいとは限りません。記憶というのは感情から作られてるからです。で、なぜ感情から作られているかというと、その時実際に起こった出来事を私たちは何らかこう感情を伴って受け取ります。それをだからみんなが同じ経験をしても、受け取り方が違う。何を覚えてるか、ね、同じものを見て、違う感じ方をするからこそ記憶になるのも違う風に記憶にしていってるわけですね。とすると記憶というのはその個人個人の感情が作ってるものっていうことになるんですね。で、ちょっとね、分かりにくいと思いますので、例を挙げていきたいんですけれども、まず一人の6歳のね、子供がいます。女の子にしましょうか。一人の6歳の女の子が、6歳のお誕生日、その日が6歳のお誕生日ということで、家族が誕生日パーティーをしてくれます。で、お誕生日だからプレゼントをもらったり、おいしい料理を食べたりで、家族みんながおめでとうって言って、笑顔に囲まれて、とっても楽しい思いをしてお誕生日を過ごしました。ただその夜にお母さんが、大好きなお母さんが家を出て行ってしまって、そこから戻ってこなくなりました。とすると、とても楽しかったその誕生日の日が、その女の子にとってはお母さんが出て行った悲しい日に変わるんですよ。で、これどういうことかというと、実際お誕生日のその時間っていうのは、パーティーの時間はすごくお母さんも笑ってて、お父さんも笑ってて、兄弟も笑ってて、女の子も笑ってて、とってもその子自体も楽しい思いをしたはずなんですけど、その後にお母さんがいなくなっちゃったっていう事実、それに対してその子は悲しい辛い思いを感じたんですね。で、ここで自分の誕生日とお母さんが出ていった、これを関連づけるんです、頭の中で。イコール、お誕生日は大好きなお母さんが出て行ってしまって帰ってこなくなっちゃう悲しい日に変わってしまうんですよ。これどういうことかというと、脳が感情がですね、作っちゃうんですよね。実際の出来事と記憶っていうのをこう結びつけちゃうわけですよ。結びつけちゃうっていうか、違うように結びつけてしまう、他のこととね。そうすると自分の中でその記憶が永遠に生き続けるわけですから、次の年の誕生日も、またその次の誕生日も、ずっとお誕生日は悲しい記憶が蘇ってきて、誕生日自体がその子は嫌いになるかもしれません。で、じゃあ記憶をね、消すといいじゃないって、そのお母さんが出て行っちゃったその記憶を消せばいいね、その子の場合だったら。でも消すっていうのはそうそう簡単にはできないですよ。よっぽどね、記憶喪失になるとか、
そういうことがないと記憶って消せないですよね。記憶消せなかったらその時に結びついた感情ってくっついてますから消えないです。だから長いことその作っちゃった記憶で、苦しんで消したいけど消えない。どうしたらいいんだろう。だって自分に影響しますよね。今の自分にその記憶っていうのがすごく大きな影響を与えてるわけですから、なんとかやっぱりしたいですよね。で、今回はその消すことじゃなくて、これですね、記憶の上書きで何かというと、よくパソコンなんかでこれ上書きしますかって、同じものがありますけどファイルがありますけど上書きしますかとかってこう出るのがありますよね。でそれと同じです。上書きをしてしまえば前の情報に新しい情報が乗っけられて、前の情報は前の情報より上書きした情報が優先されますよね。とするとそれがインプットされます。だから人の脳も一緒ですね。新しく上書きしたものが、記憶として脳にインプットされますので、上書きっていうのはすごく有効的なんですよ。で、まあ、さっきの例に戻りましょうか。6歳の誕生日がお母さんが出ていた悲しい日として、その後何回もその自分の誕生日をその記憶のままで迎えたとします。で、ある年の誕生日にその子は、まあ、もう女性ですね、大人になったその女性は恋人と一緒に誕生日を過ごすことになって、恋人がねプロポーズをしてくれました、自分の誕生日に。そしてその人は結婚をして家族ができて、そのままずっと幸せに暮らしたとします。でこの場合どうでしょうか。誕生日は悲しい日だ、最愛の人がいなくなる、自分の前からいなくなって会えなくなっちゃう悲しい日だったっていう記憶が、今度は誕生日というのは最愛の人と結ばれる幸せな日に変わるんですよ。新しい方ですよね。だからその幸せっていう記憶は、そうすると次の誕生日からその人の誕生日の記憶って何が出てくるかっていうと、新しい方が出てくるんですよ。結局その最愛の人と一緒にね、幸せになるきっかけになった日というのが誕生日になるわけですよ。そうするとその前のって消えてはいないですよね。消えてはないんですけど、ほとんど出てこなくなります。もう全く出てこないかもしれません。で、記憶は新しく上書きした方が優先されて出てくるので、で、たとえ前の思い出したとしても、もう悲しさとかあんまり感じないと思うんですよね。で、これが記憶の上書きです。だから今その自分にあまりいい影響を与えていない記憶って、まあ、作られた記憶っていうのは消すことはできなくても、上書きをすることによって出てこなくすることって可能なんですよね。で、これはもう自分の理想っていうか、欲しい記憶を自分で作ればいいんですよ。それを上書きしていけばいいんですね。そうすることによって、今に影響を与えるものも変わってきます。だから考え方とかも変わってきます。まあ、そういう上書きのを
する方法っていうのは、新しい経験です。同じことに対する経験を、前と違う経験をすればいいんですよ。それはもうイメージだけでもいいです。経験ができないんだったら自分の中でイメージをしていく、これも一緒ですよ。上書きになりますから。で、私も実際ね、上書きをしました。とてもこれじゃ生きてられないっていうような記憶をどうしても消すことばっかり考えてたんですけれども、できないっていうのがもうね分かったんで、だったら上書きをすれば前の記憶って出てこない。で、確かに出てこなくなりました。で、出てきたとしても本当に前のような痛みとか苦しさとか悲しさとか感じなくなったんですよね。で、これはいいなと思いましたね。だから消すことは本当に不可能に近いぐらいなんですけども、上書きって、比較的ね簡単、まあ、すごく簡単じゃ、すごくすぐすぐもうちょっとでできるよっては言いませんけど、消すのに比べたら、ね、比較的簡単にできますから、これは上書きをねぜひねおすすめします。上書きやってください。イメージでもいいです。経験が一番いいですよ。さっきの例みたいにね。でもそれができないんだったらイメージ、そういうイメージをするだけでも現実上書きしたのと同じなので、やってください。これで、やり方ってそんなないんですけどね、なんかこうわからないことあったら聞いていただければアドバイスさせていただきますので、おすすめですって、いうお話でした。以上です。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。有馬薫でした。それではまた。